バルンタン・マドアスは、フランスブレスト出身の自転車競技選手。現在は、グルパマカイ DJ 所属。父のローラン・マドアスも、元自転車競技選手。2015年のバルンタン・マドアス2012年に、カデカテゴリーで、フランス選手権の個人追い抜きとマディソンの、ダブルチャンピオンになりに、ブルターニュ選手権の個人タイムトライアルで優勝。地元ブレストのビッグ2000の、 ジュニアチームに所属したジュニア時代は、ヨーロッパ選手権で2つの銀メダルを獲得するなど、トラックレースでの活躍が目立ち、ロードレースでも7勝を挙げた。そんな活躍もあり2年目には、チームのリーダーとなった。また競技活動と並行して、2014年から、以前ブレストで電子工学を学んでいる。2016年8月、フランス代表に選出されツールドラブにいると、 ツールドレーンに出場。2016年10月、フランスのスポーツ新聞レキップのウェブサイトで2018年に FDJ でプロデビューすることが発表された。また2017年には1月12日から16日まで FDJ のトレーニングキャンプに参加した。2017年8月、FDJ にトレーニーとして加入。ツールデュ・ドゥで8位に入るなどの活躍を見た。 9月14日、FDJ は2018年から2年契約を結んだことを発表した。2018年のバルンタンマドアス。2018年プロとして初のレースとなったグランプリシクリストラマルセーズで7位に入る。ツールディオーバルでは総合4位。初ワールドツアーとなったストラーデビアンケでは序盤からアタックし逃げに乗り。 集団に捕まった後も集団に食らいつき20位でゴール。グランプロドドナン、クラシックロワールアトランティック、ショレイコールペイドロワールとフランスのワンデイレースを転戦した後、イツリア・バスクカントリーに出場。そしてパリ・カマンベールでは、リリアン・カルメジャーヌの独走逃げ切りを許してしまった、ものの2位表彰台。6月には、ルート独タ2位では、総合8位に入り、ヤングライダー賞を獲得。 ビンクバンクツアーで総合25位に入った後、8月末のブルーターニュークラシックでは8位に入った。その翌日、インスブルック行われる世界選手権の U23 フランス代表に選ばれたことが発表された。9月はグランプリシクリスト・ド・モンデアルで12位、グランプリリ・ディスベルグで6位、世界選手権ロードレース U23 では27位。10月4日、パリ・ブールジュで 残り 2km でアタックして、ブリアン・コカールや、クリストフラ・ポール・トラの猛烈な追い上げを振り切り、プロ初勝利を挙げた。2019年プロ2年目の2019年は、シーズン序盤のエトワールド・ベセージュで、総合8位とヤングライダー賞、クラシック・ドゥ・ラルデシュと、ドロームクラシックで2位と、好調なスタート。3月には、パリ・ニースに初出場し、総合11位。 ヤングライダー賞部門では、エガンベルナルに続く2位。4月には、ワールドツアーレースを転戦し、イツリア・バスク・カントリーで、トップ15フィニッシュ3回で、総合17位。その後は、アルデンヌ・クラシックに出場し、アムステル・ゴールドレースで8位。フレッシュ・アロンヌで40位。リエージュ・バストーニュ・リエージュで31位。5月には、初のグランツール、ジロ、でイタリアに出場。 一周目から、給料ステージの、第6と第7ステージで、トップ10に入る活躍を見せた。そんな活躍もあり、1回目の休息日でチームは、マドアスとの契約を2021年まで延長した、ことを発表。その後レースの舞台は、本格的な山岳に移っていき、第13ステージでは、最後の上りに入るまで集団に残りステージ14位。そして第二十ステージでは、 クローチェダウンネ峠でアタックするものの残り 4km で捕まってしまい、ステージ8位。最終的に総合13位、ヤングライダー部門4位で、初のグランツールを得た。2020年シーズン序盤に出場した、フォーンイコールアルデシュクラシックでの落ち者で顎を骨折し、パリニースへの出場を断念した。2019年8月、クラシカ、サンセバスティアンにてジロで、 イタリア出場1回、ありがとうございます。